こんにちは。ブログの川野田です。本気で売るためのページ作り第8話、検索され続ける有益なブログじゃなきゃ意味がないという話をしたいと思います。前回まででもう記事を書く、その段階、下準備が全て整いましたので、今日からは実際に記事を書いていきます。ブログの中身です。で、その際に必ず意識していただきたいことが2つあって、検索され続ける文章を書くということ、そして有益なブログを書くということです。必ずこの二つを意識して記事を書くようにしてください。じゃあまずこの検索され続けるというのはどういうことかというと、ブログっていうのはですね、別に今日書いた記事を今日誰にも見られなくてもいいんですね。半年後、1年後、2年後、3年後に誰かに見られるために今日書くんですよ。そもそもこのテーマ、本気で売るためのページ作りというシリーズではですね、1年後に本気で売れるブログを育てるというテーマでお話しさせていただいてますので、今日書く記事っていうのは別に今日誰にも見られなくていいんですね。1年後に見られる、そういうブログを書くべきということです。で、そのためにはまずターゲットが必要で、絞り切りましたよね。最初にターゲット絞りました。そのターゲットがどんな悩みを持っていて、その悩みを解決するためにどんなワードで検索するか、これを考えてください。で、その検索される可能性があるキーワードを文章中に含める、それだけです。文章の中に、そして記事のタイトルの中に検索される可能性があるキーワードを含める、これを意識するだけです。大きくくるとこれ SEO と言われるものなんですが、 SEO って考えるとなんかややこしいですよね。そんなややこしいことしなくていいんです。私たちがすべき SEO っていうのは、非リンクがどうとか、ドメインがどうとか、そんなこと関係ないです。ページランクがどうとかとか関係なく、単純に検索される可能性があるキーワードを文章中に含めていくだけ。これだけ意識してください。実際にいい例と悪い例を用意したんですけども、悪い例は、今日書いた記事を今日誰かに読んでほしいと思って書いてます。今日は〇〇様の車の車検をさせていただきました。2人のツーショット写真があってありがとうございましたと。もうこれ本当にありがちな失敗するブログのパターンなんですけども、事実だけを書いている、今日起こった事実だけを書いている、これはまずですね、検索されないんですね。なぜかというと、このブログにこのターゲットがたどり着くためには、どんなワードで検索するとここに来ることができますか？車車検しかありえないんですよ。今日はって誰か検索しますか？しますよね。させていただきました。Google の検索ボックスに「ありがとうございました」って検索するしますか？絶対にしません。車車検というキーワードしかこのブログにたどり着く術がないんですね。で、さらにこれ、車車検って検索する人っていうのはこのターゲットだけじゃないんですよ。車車検って検索する人たくさんいるんですよ。もっとたくさんいます。するとライバルがその分増えますから、検索結果の上位に表示されにくくなっていくんですね。で、仮にもし車車検というワードで上位表示させられたとしても、例えばこちらが滋賀県大津市の車屋さんだった場合に、北海道の人にそのブログを表示させたところで、北海道で車車検って検索している人って、もちろん北海道の中で車検をしてくれるお店を探しているんですから、滋賀県に来るわけないんですよ。もしこれが表示されたとしても。で、Google がそもそもこれを北海道の人に表示するわけがないんです。無意味ですから。だから最初にターゲットを絞って、この人が検索する可能性があるキーワードを含めるべきなんです。こちらどうでしょうか？大津市在住の〇〇様のプリウスの車検をさせていただきました。もうこれだけで大違いですよね。3つのキーワードを意識しているの分かりますか？大津市プリウス車検、ターゲットは絞り切ってますので、地域ももちろん絞り込めているはずなんですよ。最初に絞ったターゲットが滋賀県大津市に住んでいる人なのであれば、大津市車検って検索する可能性大なんです。じゃあそんな人に対して検索される可能性があるワードをブログの中に含めていく、それだけで検索に引っかかるんです。そういう可能性を残すんですよ。残すことができるんですね。今日書いた記事は誰にも見られないんです。前提として、1年後、2年後、3年後に誰かが Google や Yahoo で検索した時にこのブログを表示させるために今日書くんですよ、頑張って。
ということを、そういう考え方になってくださいね。で、いくら検索されたとしても、検索に引っかかってこのブログに来たとしても、有益じゃなければすぐ変えられるんですね。大津市在住の〇〇様のプリウスの車検をさせていただきました。ありがとうございました。こんな事実だけを書いたブログというのは全く有益じゃないんですよ。で、有益って何かというと、面白いか役に立つかエロいか、この3つのいずれか1つ必ず含めるんです。あなたが日常的にアクセスするサイト、まあ、いくつかあると思うんですよ。絶対この要素の1つ含んでるはずなんですね。全く赤の他人が運営しているサイトですよね。なのにアクセスするには面白いか役に立つかエロいか、この3つのもう理由はこれしかないんですよ。理由はこれしかないんですね。だからあなたのブログもこの3つのいずれかの要素含まなければアクセスなんて集まらないんですよ。リピーターがつかないんです。じゃあ例えばこちらの例の場合、車検させていただきましたと。で、エンジンオイルをまず交換させていただきました。写真もエンジンオイルを交換している作業中の写真なんです。お客さんとのツーショットじゃなくて、エンジンオイルを変えました。エンジンオイルというのは3000キロに1回、3ヶ月に1回必ず交換しなければいけないんですよ。これを交換することでエンジンの内部をきれいに保つことができたり、燃費が向上したり、エンジン性能がアップしたりとか、いろんな効果が得られるんですよと豆知識を書きます。そうなのか、役に立ちました。ブレーキパッドも交換させていただきました。タイヤの周辺からキーキー音が鳴るようになった場合、ブレーキパッドが減っている、すり減っている可能性があります。ブレーキは命を守るものですから、必ず定期的に交換が必要です。そうなのか。タイミングベルトも今回開催していただきました。これはあまり知られてはいないんですが、10万キロに1回必ず交換しなければいけないんですよ。もし走行中にベルトが切れてしまった場合、エンジンが壊れてしまいます。もうあなたの車廃車になってしまいますよ。そうなる前に必ず10万キロに1回交換しましょう。そういえば俺の車9万5千キロぐらいだったのは、次の車検で交換しなきゃいけない。助かった、このブログのおかげで愛車が壊れずに済んで助かった、役に立ちました。そういうブログを貯めていくんですね。ストックしていくんですよ、ブログの中に。検索に引っかかる、なおかつ役に立つ、有益なブログを、記事をどんどんストックしていきます。そうすることで、別にこれ今日誰にも見られなくてもいいんですよ。でも1年後に誰かが検索して誰かの役に立ちます。2年後にも3年後にも ずっと検索され続けて役に立ち続けていくんですね。1回の労力ですよ、今日書いただけで。こちらのブログは今日書いて今日誰かにちょろっと見られてもう死んでいくブログだから、これをやり続けなきゃいけないんですよ。毎日毎日こういうブログを書き続けたところで、わずかな人を集めて、わずかな人に見られて、またわずかな人に見られてということを続けていく。だからやり続けているのに全く集客につながらない、売上につながらない、全く意味のないブログを頑張って更新している、時間だけ無駄にしている、もう典型パターンです。こちらはこういったブログをストックしていってください。一生働き続けてくれるブログなんですね。で、必ず検索され続けるということと、有益なブログを書き続けるということを意識し続けていると、 Google にですね、総合的に評価されるんですよ、このブログ自体が。ある程度テーマというかターゲットを絞ってますので、じゃあ例えばこちらの場合は、車に関係のある記事が多いな、車に関係がある、そして滋賀県大津市で車に関係のあるブログなんだな、総合的に評価されます。有益な情報の情報群として Google に評価されることによって、よりですね、上位に表示されやすくなるんですよ。1年後に1年後に Google に評価され、上位に表示されやすくなる。するとこのターゲットがこのブログにたどり着きやすくなるんですね。そういう相乗効果が望めます。ブログでですね、本当に高い費用対効果を得るためには、こういうブログを書かなければいけないんです。ということをですね、必ず忘れないでください。じゃあ次回は、ブログの中で動画を使いましょうというお話をしたいと思います。お楽しみに。どうもありがとうございます。